お世話になります、ヒトリーでございます。先日別の動画の検証で鎧のことでダクマを預かり合いやポケジョブに預けるとマスタードから専用セリフが聞けると判明しました。ではダクマが瀕死になっていたらどうなのでしょうか。ダクマが瀕死だったら手持ちにはいても連れ歩くことはできなく、景色は眺められないはずなので専用のセリフがあってもおかしくないですよね、という趣旨の DM やコメントをいただき、気になりすぎてあまりぐっすり眠れておらず、パトラッシュ僕は疲れたよ状態になりました。私と同じくパトラッシュ僕は疲れたよ状態の方は多いと思いますので、今回はダクマが瀕死だったらマスタードのセリフはどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずはダクマね、捕まえるとこまで来ましたので、はい、こいつもらっていきましょう。もう何度目だっつ話なんですよ。もう私さっきやってたんですけど、あいつに1回負けて2回対戦することになって地味に面倒でここまで全てカットしてますけど、こいつもらうの地味に大変ですからね、本当に。いやーよかった。鎧島の景色がいいところ一緒に眺めればのやつに入るわけですね、ここで。で、一緒に歩けばすぐ仲良くダクマとテクテクしちゃってねっていうことなんで、まあ、ここで本当は連れ歩いていくわけなんですが、瀕死させていきたいと思います。はい、で、普通の場合ね、一応ね、もう知ってる方は多いと思うんですが、改めて見ていきましょう。これもう何度も見てると思うんですが、一応ね、およよ、スリーチンと、ダクマの今の関係はかもなく不可もなくって感じだねってなるんですよね。じゃあここで、はい、じゃあ瀕死させていきましょう。ダクママジでかわいそうな気持ちになるな。戦闘にしまして、ダクマと仲良くなって師匠に見せましょうっていう課題なのに、ここでまあラッキーでいっか、適当に戦っていきますと。気合ダメでいいかな、こっちは。エコーボイスナイス、いいよ。これ3回ぐらい死ぬかな。丸くなる、丸くならないでくれ。尻尾を振るとかやめろよ、お前。いい加減早く倒してくれよ、頼むよ。おい、ラッキー。お前、ラッキーじゃねえじゃん、全然。こんな技やってくるってのは。はい、気合ダメ。エコボイスナイス。ラッキー。エコボイスラッキー。丸くなられていく。気合ダメ。命の雫とかやってんじゃねえよ。おいおいおい、ラッキーじゃねえよ、その技。おい、丸くなるなよ、お前。これじゃラッキーじゃねえって、ほんとにこっちは。命の雫るな。命の雫るな。丸くなるな。エコボイスナイス。オッケー、これ死ぬかな。あと1残った、微妙に。命の雫るな。待って、もう防御もう上がんないのに丸くならないで。気合ダメもう黄色になってるし、もうこれ命の雫るな。おい、 PP 枯れんだけど、そろそろ。エコーボイスナイス、よかった、危ねー。倒してくれた、ごめんよ。ダクママジかわいそう。あれで今瀕死状態になってるんで、この通り連れ歩きで出ないんですよね。ですからこの状態で行きたいと思います。果たして何と言われるんでしょうか、気になりますね。これ結構でもマジで気になりますよ、本当に。行きましょう。はい、レッツラゴー。およよ、スリーチンとダクマの今の関係は、え、かもなく不可もなくって感じられ、え、なんでなんでなんで、見えないじゃん、だってこいつ景色眺めらんないでしょ。え、なんで変わんないの。え、まさかの逆に専用セリフないの不思議じゃねっていう感じなんですけど。え、じゃあこれ瀕死状態で眺めるやつのイベントやったらどうなるんですかね。ちょっとこれ見ていきましょうか、やっていきましょうか。はい、じゃあここに着きました。ここで1回目ちょっと眺めるやつやっていきましょう。どうなんだろう、ここで話しかけたら。え、ここから素敵な景色が見れるっすよ。ダクマと一緒に見てみないっすか。え、いけんの、いけるんか。おい、瀕死状態だろ、おい、なんでできんのマジかよ死んでてもできるんだ。まあ一応瀕死ですからね、死んではいないから一応できるってことなんだ。もうでもかわいそうだよ、これこそさ、ダクマとの仲少し深まった気がするっつってるけどさ、マジで超かわいそうだって。もう死にかけてんのに景色眺めさせるなんて、もう一番酷使してる回だわ。じゃあこのままできるということなんで、景色見せるイベントね全部やって、それで塔に行ったらどういう反応が出るのかね、そこも検証していきたいと思います。はい、ちゃんとダクマと仲良くなりましたんで、今手持ちどうなってるかと言いますと、この通りちゃんとダクマね、戦闘で瀕死になってる状態で、この状態で見せていきたいと思います。さてさて、なんて言うでしょうかね、聞いてみましょう。はい、お湯よ、スリーチンとダクマの今関係は、あー進むんだ普通に。なんだよ、ベアーマーじゃん、ベアーマゲーじゃんこれ。待って待って、え、いいの、強く育ってるし素晴らしいことだね。死んでんだぞこいつ、おい、瀕死だぞ。死ぬ寸前なのにさ、外に出して歩かせんなよ、かわいそうだろ。ポケモンの虐待だ、ポケモンの虐待反対、ポケモンの虐待反対ですよ。瀕死状態のやつに対して挑んじゃいなよって、そんな気持ちで言うなよ、ひどいわ。はい、じゃあ瀕死の状態のまま塔に行ったらどうなるのかも一応検証しておきましょう。はい、じゃあ塔に着きましたと。これで、はい、ひとまずね塔を見ていきましょう。ダクマの頭のとこから光出てましたね。はい、じゃあこれで改めて見てみますと、今ダクマ瀕死の状態でございます。この状態でどうなるかなね、検証していきます。いくぜー、
スリーさん、師匠から聞いております。こちら水の塔ダクマ専用の修行場ですので、手持ちをダクマ一匹にして挑戦してください。うわ、これ普通にやっぱいる判定にはなってますね、さすがに。マジか。じゃあ瀕死の状態ってのは全く考慮されてなくて、普通に元気に生きてると思われてストーリーが進むってことですね。これこそまさにダクマの国士だろう。ということで検証結果、ダクマが瀕死だったらマスタードのセリフは全く変わらないでした。一応マスタードからは連れ歩いてということを言われましたけど、連れ歩けない瀕死の状態でも一応連れ歩いてるってことになってるんですかね、多分。それで瀕死の状態のダクマに景色を眺めさせるというポケモン虐待かと思われるような結果となりましたね。ってことはダクマは瀕死状態でも元気に活動できるし、一応ウーラオスに進化すると悪タイプの場合もあるし、もしかしてダクマは悪魔？